お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですね、なんと僕ね、世界ベスト8に進出しました。プチプチプチ拍手というわけでね、なんのこっちゃって方も多いと思うんですけど、まあ、クラロワリーグですね。今まではチーム戦だったんですが、今年からはね、個人戦になって、そうだったのっていうね、まあ、方も多いと思うんですが、このね、e スポーツから、多分ね、もっと見ろ行くと、ハロー2021というのがあるので、まあ、そっからね、こう、詳しいルールとか見てもらえればわかるんですけど、まあ、それの今予選あってる段階ですね。で、毎月ね、このマルチフィニッシュ、トップ1000人、はい、トップ1位から1000人で、優勝を決めるというようなのが、まあ、先々月からですね、行われてて、今3ヶ月目、1ヶ月目がモハメド・ライト選手、2ヶ月目がライン選手が、優勝してて、今3ヶ月目でっていうところなんですけど、世界ね、ベスト8到達して、まあ、そのね、まあ、グループというか、まあ、なんかこんな感じね、見てもらえればわかるんですけど、まあ、グループがあって、ここはね、もう1000人からまず32人に絞りました。で、32人から上位8名にね、絞るところで、なんとね、僕今回突破することができました。しかも、グループね、ジュピターキング、これもね、世界2位フィニッシュしたことある、まあ、世界大会でも出てた、めっちゃうまい人と、ファースト選手。この人は、まあ、最多76、なんちゃ86行ってて、まあ、もうプロ選手とかではないんですけども、単純にうまい。で、まあ、みんな知ってるよね。まあ、最強麦ったんですよ、というね、地獄のブロックを、まあ、勝利数4-4でね、麦と並んでるんで、まあ、ラッキーですね。これ多分セット数、ゲーム数の、まあ、なんか多かったとか少なかったとか、そういったところで、なんかね、優遇されました。ありがとうございます、という感じのね、まあ、ことがあり、世界ベスト8が決まって、また来週かな、多分、行われるのかな、続きが。はい、もう1位を決める。で、優勝すればね、予選なのに、もう200万ほど手に入るというわけで、僕もね、大金持ちになれる、チャンスがあるので、まあね、来週ね、すごい楽しみにしてもらえればいいかなと思います。で、デュエル方式というね、今し、仕組み、デュエルって言われる BO3 形式の、まあ、大会なんですけど、1回使ったカードは使ったらダメですっていう BO3 ですね。なので BO3、まあ、3試合やると思うんですけど、まあ、早く勝ったら2試合か、まあ、マックス24種類のカードを使うっていう感じですね。1試合目にメガナイト使ったら2試合目はメガナイト使えないし、ファイボンもユーノも使えないみたいな感じで、もうリプレイが期限切れになっちゃってるので、何個かね紹介できないんですけど、そうで、今回はグループ内でデュエルですね、BO3 総当たりを2周やります。なので、麦タンと BO3 を2回、ジュピターキングと BO3 を2回、ファーストと BO3 を2回やるって感じですね。はい、まあ、そんな感じでやって、何個かねリプレイ見ていこうかなと思います。この辺はねちょっと負けちゃってますね。で、これは僕がそのホバリングをこれ2連続使っちゃったんですよね。そう、1試合目ホバリング使って、2試合目ホバリング使ったらダメなのに使っちゃって、まあ強制負けですね、まあ、みたいな。いや、気づかないんですよ。で、これはなんか麦ったんがジュピターキングと試合をしてて1-1なんですよ。なのに僕とマッチングしちゃうっていう、なんかまあバグというか、僕が対戦の多分押してたからね、良くないんですけどね、ちょっと申し訳ないこととかもありつつ、まあちょっとね、今不具合とかもいろいろあって、そう、運営さんもねすごい大変な中でやってるので、まあね、そんな中で、まあ、頑張らないといけないという状況なんですが、で、3ヶ月目、先々月もあって、先月もあって、今月もね、この世界一を決めてるんですが、で、まあ、上位のほどポイントがね手に入るという感じです。で、ポイントを貯めて、最終的には世界大会でねポイント多い方が、進出という感じなんですけども、このね、なんだっけ何か言おうと思ってたんですけど、何言うかね、マジで忘れてしまった。いや、待って、マジで。やばい。なんか、大事なことを話そうとしていた俺がいる。まあ、とりあえず、麦田の試合ね、流しとくんで、見ててください。エレジャイですね。で、まあ、やっぱ駆け引きがね、すごいあります。1試合目に、まあ、何を使ってくるかとかもあるんですけど、やっぱ1試合目にこのデッキを使ったら、2試合目のデッキは、まあ、大体は絞られるんですよ。そう、メガナイト軸とかファイボデッキがないなとか、まあ、そういったこともありつつの、まあ、駆け引きとかもある中での、まあ、試合なので、
まあちょっとこう普通の盤なしの BO3 とはまだね違った楽しみ方とか駆け引きとかがあるような仕組みに、ね、なってます。で何話そうと思ったかな、マジで忘れたな。ああそうだ、あの先々月からねこのクララリーグが始まってるんですけど、2月からか2月3月4月はい始まってるんですけど、僕あの1000人から32人に、絞るところの予選が、まあ、一番最初の予選があるんですけど、そこのねこう壁が厚すぎて先月も突破できなかったんですよ。そうで突破できなくて、今月初めてねなんと突破することができて、そうもうそれだけで爆嬉しかったんですよ。まあけどあのそれの突破できたのもなんか勝利数は一緒なんですけども、なんかこうなんかいろんなパーセントなんかのよくわからんパーセントであのラッキーであの突破できたんですよ、第一予選ですね。そうでうわマジでラッキーだな、嬉しいなとか思いながら、そしたらなんと昨日かな、あそれが昨日あって今日ね32から8に絞るんですけどのがあったんですけども、いや喋るのマジで苦手だな毎日 YouTube 撮ってんのにね、今日は一段と喋りが悪いいつも悪いけど、そう初めて1000人から32人突破できた、嬉しいわって言ってたら、まさかの32人から8人突破できちゃうっていうね奇跡じゃないですか。いやこのゴブリうまい、ね、初めて予選突破したら流れで、ね、その次の予選も突破できちゃって、今めちゃくちゃこうなんかね動画越しにはそんな伝わらないかもしれないけどめちゃくちゃ気分いいですねいやマジ、しかもこの4人の中から1人トップもなんかメンバーによってはワンチャンあるかなとか思うじゃないですか。でもメンバー決まった瞬間に麦田、いやジュピターキング、いやファースト、いやもう化け物しかおらんやんとか思いながら、いやこれまあ正直これ無理だなと思ってたんですよ。真面目に今回は無理だなと思ってて、まああの4人のうち1人しか突破できないんだから、まあ気楽にやろうぐらいのね感覚でしたね本当に。そう突破できると思ってなかったんで、まあなんか負けって当たり前じゃないですかこのメンバーだったら勝ったらお前大根疑うぞぐらいの本当にレベルの人しかいなかったからね、まあそんな中での奇跡的突破をしちゃったっていう、いややばいんですよね。そのやばいしか言えなくて、ね、今回もあのめちゃくちゃいい試合してるんでね、しかもそこそこにいいファイボさ、あなんかねボンバーが最近そこそこ使われますよね。なんかニコスだからこう、まあ、めちゃくちゃ強いわけではないんですけど、こういうタルババの代わりになったりとか、なんかスケラデッキにもボンバー入ったりとか、そうなんか意外とね使われてるボンバーも地獄これ残り20秒、いやーこれ耐えれるのかっていうねところですけど、僕は耐えるしか手段がないのでマジで気合で耐えます、マジの気合でね気合で耐えて、まあ、最後はねそうタイブレイクでなんとか勝利というね、奇跡的な試合ばっかでしたね。いやマジでこうエリババがいることによってメガナイトの弱点ゴレとかエレジャイとかにも、まあ、勝てちゃうっていうのがねやばいですね、まあ、あとこのムギッタンと、まあ、ジュピターキングのね試合ぐらい見てって感じかな。ちょっとこの同じデッキなのでね先にこっち見ちゃおうかな。このねメガナイトエリババデッキ僕が前シーズンかなマルチで使っててバカ強えって思ったデッキで、あの、XBOマスター選手、韓国の選手も、ラートさんが使ってる、そのデッキ、マジでいいですね。めちゃくちゃ強いですって言われて、あの、最強ですわ、みたいな。ラートさんデッキやばすぎませんみたいなね。あの、XBOも使ってくれて、ツイートまでしてくれて、あの、僕は別にこれ、あの、僕が作ったわけでもないですし、なんか拾っただけなんですけど、そう。拾ったデッキなんですけど、マジで強くて、すごい気に入ってますね本当に。だからデッキ悩んでる人はもうこのデッキ差し上げたい、このデッキマジで強くて、僕正直負けるデッキないぐらい本当に、まあありますけどもいろいろ、あのゴーレもきついし、なんだ
ラボもきついし、バルーンもきついし、まあいろいろあるんですけども、なんかこう、やってる感じ、すべてに勝てちゃう感覚があるんですよね。やっぱクラロワってそれが大事じゃないですか。まあ、大会とかだと特にこう、何が来るかわからない。相手が何を使ってくるかわからない中で、このデッキ来たら負けだな、みたいな。ラバ引いたらこれ勝てねえんだよな、みたいなデッキで行った時に、まあ、ラバ来ちゃうと、もうその瞬間に試合が、もう決着がついちゃうっていうのは、まあ良くないじゃないですか。だから、まあ悪くても3-7とかで、まあワンチャン持っていけるよな、みたいな。まあそういうデッキがね、こう大会ではすごい大事になってくるんですけど、まあホグデッキとか、もうクエイコグとか上手い人も何でも守ったりするし、どんな相手にも勝ったりするみたいな。ロイジャイとか、まあ、全てに万能。まあみたいな、こう万能デッキがよく使われる中で、まあそのデッキのね、これも一つだと思ってて、すごいね、安定しちゃいますね。マザネクエレキ、ユーノ。で、なんかこういったデッキって、ロイフォグとかバルーンとか、もともとこれロイフォグがいた方なんですけど、なんか直接タワーに狙うユニットがいないわけですよ。まあディガーとか。だから、守られたら突破できんくねってね、思う人も多分結構いるんですけども、まあそれはまあね、人それぞれか。なんか僕はなんかこういうね、ユーノで攻めたりするデッキは、まあ、大好きなんですよ。もうユーノ大好き。よくサムネでね、可愛いユーノね、あげてると思うんですけども、そうユーノとか、こういうなんか攻め手がないんだけど、攻めるデッキみたいなのが大好きなので、まあ多分肌に合ってるっていうのはあるんですけど、バカ強いんでね、これ。だってこれ相手、エリババもいて、防衛迫撃、デリー、ね、このメガナイトエリババをしっかり対応したかのようなデッキにも、今のところめちゃくちゃいい試合してるんでね。ちょっと見ていただきたいですね。まあ、今のところすごいまだね、まあ競ってはいるもののダメージリード取られてる。で、相手はまあ、ディガーで確実に削れるから、まあ、ずっとね、防衛迫撃して、まあ、守ればいいよねっていうデッキというか立ち回りですね。そう、こんだけ守られると僕もね、突破がすごい難しいんですけど。これ、マザネク出してたら一生ね、ファイボとか打たれてたんで、マザネクを出さずに、ちょっとね、いい感じに戦っているものの、相手もこう、防衛がうめえんだ。マジで。本当にこの人らはね、よくわかんない防衛をしますね。それ守れるっていうのはね、守ってきちゃいますね。さあ、で、ここはちょっと無視は痛いので、まあ、マザーネクロでね、軽く強しつつ、ここの相手は多分ファイボがね、やってますね。これを相手はどう守るか。で、ユーノ走らせる。で、タルババヒースピをね、しっかり当てて、これね、逆サイリババも入る。いや、しかも、すべてがね、こう入っていく。いや、マジで、んなんでみたいな感じなんですけども、めちゃめちゃこれがね、いいんですよ。いや、マジで、なんで、キツメガナイトからのエリババセパですね。エリババはなんか固めて出したくなるんじゃないですか。でもそれがね、意外とセパがね、結構良かったりするんですよね。で、ね、とりあえずまあ、橋の真ん中ぐらいにマザネク出しとけば、相手もきついよねっていう。で、ユーノ追加も、相手きついよねっていう。で、君もコストないよねっていうね、僕のこの生きるファイブも決まっていき、いやなんか、すごいね、ここ最近、調子が良すぎるのかもしれないですね、僕もしかしたら。なんかファブカップあたりかな、まあ、1ヶ月ぐらい前かな、大会があって、それで優勝したぐらいからかな、なんか久しぶりに大会、まあ、勝って、で、こういうね、リーグ系もちょっと勝ち、初めて、なんかね、ちょっと最近はいいですね。なんか、勝てない時期が多かったというか、めちゃくちゃこう、勝ってた時期とか、まあ、それこそ、去年とか一昨年とかは、やっぱチーム戦だったので、個人でこう、すごい勝つような大会もね、あまりなかったので、そうなんか、めちゃめちゃ自分が勝ってる感があんまなかったんですね。こう、まあ、リーグ中はまあ、たまにはありましたけど、そうそうそう、だから、久々になんかこう、個人戦で、うわ、なんかめっちゃ勝ってるよ、俺っていう。なんかキモいんですけど、そう、なんか、そういった感覚をちょっと味わえてますね、なんか。まあ、気分が。天狗になってる。まだ全然ベスト8。優勝したらもう大天狗になっちゃいたいですね。
いやー、来週ですね。来週に。で、こう、トップ8の人も、マジでこう、うわ、化け物。本当に、海外でも最強クラスとか、マルチ、本当トップとか、もうそういう人しかいないので、いや、ちょっと楽しみでありますね。そう、どこまでいけるかっていう自分が。で、デュエル方式だと、まあ、プレイの PS はもちろんなんですけど、やっぱこう、デッキ選択とか心理戦とか、まあそういった面も結構やっぱ大きく響くんですよ。そう、PS も響くんですけど、それ以上に他の部分がやっぱこう響いてくる仕組みになってるので、で僕だってこれ1戦目からこう、ね、意味わかんないデッキ出してるじゃないですか。これだって僕1戦目に柳波幸玉使ったら、次の試合ね、柳波幸玉使えないんですよ。で、相手も、支援隊バルーンなので、まあ次からはね、バルーンもランバもアーチャーも使えない。だから、アーチャーいないならスケラが強いなと思って、じゃあスケラを僕が出すと、相手はね、もしかしたらアーチャー使ったからスケラ来るかもしれないから、マザーネクロ入れとこうみたいな。まあそういったいろんな駆け引きがあるわけですよ。そうそうそう。まあそういった中でのデッキ選択っていうのが、まあちょっとはね、こう、まあおもろいというか、まあなんかすごい PS が高いプレイヤーにも、なんか、勝てる。だって僕が多分、普通にこう、ムギッタンと BO3 を、まあ、100回やったとしたら、まあ、30回勝てたらいい方とか、まあ、30回勝てるかなとか、多分、絶対負け越すと思うんですよ。それはもう、技術の部分でね、絶対こう、彼よりは上手くないので、僕は。まあ、ですが、こういったデュエルとか、まあ、BO3 でもですけど、ね、少ない中だったら、戦いやすくなるというか、デュエルだと、まあ、よりちょっとこう、なんか勝ちやすいとはちょっと思ってますね。そうそうそう。まあ、で他の部分でね、戦えるので、しっかり頭使って、みたいな。まあ、そういったところでの、初の予選突破ですね。初めて予選突破して、さらにもう一回今突破してるんでね。なかなか。運使いすぎなんですよね。同数、同じ勝利数で、たまたま上がって、もう一回ね、今回同じ勝利数でたまたま上がって、みたいな、すごいね、運が良すぎて怖いですね、今。そうそうそう。マジで怖くて。来週か大会前に、なんか起きちゃうんじゃないかっていうね、気もしないこともないですけど、で、僕がこのなんか新鋭大変なスケラ使ってるじゃないですか、今回。なんかダクネいて、やばって。多分このデッキ、多分使ったことある人、世界で一人で僕だけなんですよ。でも、新鋭隊ダクネなんて誰も使ってないんでね。まあ、なんか、エレジャイがこのデュエルの仕組みでやっぱ強いデッキっていうのがあるんですよ。で、まあ、エレジャイがその強くて、まあ、なんか、エレジャイに勝ちたいなと思って、そうそう、とっさにね、なんか、こんなんでいいだろうみたいな。こんなんでエクネかみたいな感じで使って、なんかまあ相手もね、多分そういうのがあると思います。新鋭隊とか、まあ僕もエレジャイよく使ってたので、まあそのエレジャイに勝ちたいなとかは多分みんな思ってると思うんですよ。みんなそういうのがあって、いろんなデッキになるんですけど。いや、これハンターがやばくない？引っ張られて引っ張られて、顔面、タワーの顔面にぶつけちゃいましたね。そう、まあみたいなわけで、こういうちょっといろんなね、ちょっと面白いデッキとかも見えるので、まあ、おもろいっちゃおもろいですよね。デュエルだともう、ウォールブレイカー、普通の BO3 だともうウォールブレイカーとかに、まあ、ならないこともやっぱないので、まあ、どっちがいいかって言われると、まあ、それはわかんないですが、まあ、なんかね、デュエルだと、こういうね、ヘンテコデッキ対決とかもありますね。さあ、これもね、完全僕のデッキ選択で勝ってたので、まあ、僕はこう、プレイではやっぱこう、まあ、まだ頑張りますよ。まだ全然頑張りますけども、すごい化け物の人たちにやっぱね、なかなか及ばないので、こういったね、デッキ選択とか、まあ、読みだったりだとか、ちょっとクレイジーなね、こう発想からね、勝利をね、ちょっと、もぎ取っていきたいですよね。そうそうそう。まあそんなわけで、ムギッタンですね。これも2周目かな。BO3、1周目、ムギッタンに1、2で負けて、なんかゴレクロとか使ってね、なんか、使われてボコボコにされちゃったんですけど、まあだからこう本当に麦とかが大型使うのってこう見ないじゃないですか。多分見たことない人も結構いると思うんですよ。高回転の化け物なので、そう、彼が大型使うのはほとんどの方が見たことないと思うんですけど、
このデュエル方式の大会だとバリバリ大型使うんだよね彼も。そう、まあそういったね意外な姿とか、逆にこう大型しか使わない人が、まあ高回転のデッキを使ったりも、まあ見れないことはないですけど、まあたまにやっぱね、おそんなデッキも使うんだみたいなのも見えますので。さあ、で僕はなんかこういつもやっぱ使うような遅延スケラとか使ってますけど、あの迫撃ディガーのめちゃくちゃ高回転のデッキに最近ハマってて、それもねよく使いました。そうそう、スケコウモリ迫撃ディガー、あーバルキリーマスケみたいな、そう最近ちょっとねなんか殻を破ったというか、今までめちゃくちゃ高回転の迫撃ディガーとか、まあそれこそオールブレイカーとかね、そういうのもあんまり触れなかった。オールブレイカー触れてたかな、マジアチが好きだったからね。けどやっぱそれだけだとダメだよなっていう思いがあってね。そう、まあ、個人戦だからやっぱ何でもできるんですよ。だってどんな変なデッキ使っても、どんなデッキ、どんな下手なプレイ、どんなことをしようが全て僕の責任で、僕が負けになるだけで誰にも迷惑かからないんですよ。だからやっぱね、個人戦ってすごい気楽にできちゃいますね、全てが。別に負けても自分のせいだし、勝ったら自分がすごいだけだし、みたいな。まあそういったところで、やっぱこういろんなね、細かいデッキとかもやるようになって、こう、まあ本当に大事な試合でミスとかもあるかもしれないですけど、ちょっとね、カロをね、ちょっと破った気になってます。勝手に。で、これね、なんかでね、多分、このチェーンスケラって普通、タルババじゃないですか。タルババをね、僕さっき使ってたっけ？さっき使ってたか、なんかで、タルババねえからデリでいいやって感じですよね。まあデリバリーだったらラバとかにもね、強くなりますし、なんなら遅延スケラ、タルババじゃなくてデリの方が強い説までね。それはないか。攻めタルも強いんでね。まあまあ、そういったところでデリも、で、僕のこのポイズ見て、マザネ君もホバーも、すべてが、すべてに当たらないっていう、やってはいけないポイズンしてね、なんならこのめちゃくちゃいい決命画がもされてね、でこのゴボリなんならホバリングもタゲ取れなくてね、あ終わった、まあ一本取ったしなと思いながらね、はい、結構今萎えてる状態ですね。まあでもデリバリーが思ったより活躍してくれましたねでナイトがね解放されたので、こういうスケラとかクロスとかやっぱナイトの枠はね本当に今バルキリーとしてね使われてるのが多いですね。で結構バルキリーおすすめかな。さあでスケラ打って、で相手がねタルババの時はスケルトンラッシュの位置を1個ね、内側にするといいで KK がね言ってました。そしたらスケラがねこういうのがめちゃくちゃバグかよっていうぐらい削ってくれます。そうなんで、こう相手のまあ本当ウッドかタルババとかそういったスペルの違いでもまあなんかこう、スケラ打つ位置とかが変わるので、結構大事ですね。それだけでだって、ね、同じ5個スケラ打ってんのに、400入るときと1000入るときって違ったら、なんか、え？ってなるじゃないですか。そうなんで。できるだけね、細かい部分とかも、ちょっとね、意識すれば、それだけで勝率上がるならね、全然いいよって思いますよね。さあ、ここはもうね、お互い守りたい俺と、どうしても削りたい麦っていうね感じで残り30秒ですね。でこれマザネクな、なんかマザネク僕が使うことは今までありましたけど使われることはあんまなかったんですよね。だから豚多すぎやろと思いながらマジでこんな豚来ることあるかっていうね。さあ最後はねなんとか、逃げ切って勝利というね感じで、来週ねまた大会あるので来週世界一取りました、200万ゲットしました、動画をね、出せればなと思ってますので、YouTube で、ね、来週お楽しみくださいというわけで終わります。まあ皆さんもねこういった、デッキねぜひ使ってみてください。いろんなデッキ使うとねやっぱおこのデッキめっちゃ楽しいやんとか発見もあるので、今までね使わなかったデッキを触れてみるのもちょっとねいいんじゃないかなと思います。だけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。